聞こえる？ああ、上に行く理由、ビクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか。うん、でもあれは願望、やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だな。そこでクラウドの出番。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ。移動 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか。でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね。ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。来た来た。楽しそうだ。そりゃもう。だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。殺す。快適快適！どけ！
追跡を開始するとのことです。了解。奴が来るのか。だろうな。奴が来る前に終わらせよう。巻き込まれるのはごめんだ。俺たちだけじゃ終わる。いや。やべえな。買うのか。ううん、車庫へお願い。ああ、二人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。くらっ、やらせんか。ブラボー、頼む。タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。
タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。クライマックス最高。ジェシー、ハンドルを頼む。え？乗る。あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。造園が来る前に隠れるよ。交換。何の話だ。運転。勝手に再現するな。ご褒美欲しい。いらない。やっぱり黙った。私いい先生でしょう。また黙る。ほら見えてきた。あそこから行くよ。